一番のコーナーです。番組をご覧いただきながら簡単なストレッチを体操を、ね、一緒にしていきましょう。今日は膝痛予防のストレッチについておなじみの OSK スポーツクラブ岡山のインストラクター平岡静也さんに教えてもらいます。では体の、ね、今のチェックしていきましょう。まずはですね、まあ、前屈したりですね、はい、はい、皆さんしてくださいね。それから足をこう片方ずつ上げたり、椅子の立ち上がりなど今の状態を確認してみてください。それでは早速体操を行っていきます。 VTR ご覧ください。膝開きを行っていきます。両手は軽く椅子に手を添えていきましょう。足の裏同士を合わせて膝を外へバウンドさせるように行っていきます。この動きを10回やっていきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、 OK です。では膝絞りを行っていきます。足は少し広めにセットします。両手は軽く太ももへ添えていきましょう。ここから膝を内側へ倒していきます。股関節しんどい方は片足ずつ行ってみてください。では10回行っていきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい。続いて上体振り子を行っていきます。股関節周りの緊張を取っていくエクササイズです。では両手は軽く胸に、そして上体を右に左にと振っていきましょう。では10回行っていきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、 OK です。続いて腰曲げのエクササイズを行っていきます。両手は太ももへ、そしてしっかり体を起こしたところから胸を前へ突き出すように、足の付け根から体を前へ倒していきます。ではこの動きも10回行っていきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、 OK です。それではお尻のストレッチを行っていきます。まず片足を体の中心へ、そして反対の足を太ももにかけていきます。両手は膝を抱え、息を吸って吐きながら膝を胸へ近づけます。この時背中が丸くなりやすいので、しっかり胸を張ったまま行っていきましょう。はい、ではゆっくり足を下ろしていきます。はい、さあそれではですね、鈴木さん、反対の足を今度は上げていただいて、はい、じゃあこう膝をですね、抱えて息を吐きながら膝を胸の方に近づけてください。ゆっくりと息を吐きながら、はい、どうですか、このももの後ろ、ももの裏に効いてきますね、結構ね。でこう姿勢がこう丸くなりがちなので、はい、しっかりと張って自然な呼吸でお願いします。これを15秒から20秒ぐらい行ってください。だんだん効いてきますよね。さあでは続いてのストレッチに行きましょう。こちらです。続いて体重移動のエクササイズを行っていきます。足を開いて、この間に胸を突き出すように体を
前へ体重移動させていきます。余裕がある方は少しお尻が浮くぐらい体を前へ倒していきましょう。この足をしっかりと引き込む動作が股関節や膝痛の予防改善につながっていきます。それでは一緒にやってみましょう。足を開きながら胸を前へ、ゆっくり戻します。体重が後ろから前へかかるような、そんなイメージ持っていきましょう。開きながら前です。はい、それでは皆さん5回あとやってみましょう。ではいきます。せーの、1 2 3 4。はい、ラストです。5。はい、 OK です。はい、というわけですが、鈴木さんいかがでしたか？じわじわと効いてきますね。ちょっと私すごい体硬いんでですね。あ、そうですか。もう結構大変だった。上がってますよ、でもちゃんと足が。そうですか、はい、お腹に疲れたりもしたんですけれどもここ数年ね、やっぱこう時々膝の痛みとか出てくるんですね。だからもうこれやってればね、多少緩和されるかなと思いながらやったんですけども。そうですね、続けることが大事ですし、やっぱりこう長くね歩けるようになるにはこういったストレッチを毎日 ね、 ね、していただきたいなと思います。はい、頑張ります。はい、今日教わった内容やこれまでの体操はナナスパ公式 YouTube チャンネルにアップする予定です。そちらもぜひご覧いただいて、ご自宅などで体のケアしてくださいね。はい、以上健康一番のコーナーでした。